はい、今回は佐世保のですねセールタワーで海上自衛隊の資料館ですね、行ってきたんで、その時のね動画をちょっと紹介したいと思います。まず敷地入り口入る外にね、護衛艦クラマの、このアンカーっていうんですか、このイカリーですねが展示してあったりとかして、これめちゃくちゃでかいんですよ。ちょっとね、いろいろと面白いです。しかもここあれですよ、無料なんですよ。なんですごい楽しめるし、とにかく行ってよかったなと思って、まあ、知らんかったんですけどね、自分はね。まあ弟が海上自衛官なんでに教えてもらってで行ってみたんですね。すごい面白かったんで、もし佐世保行く方がいたら絶対行った方がいいと思います。で、あれなんですよ、1階から7階まであって、でまずは案内されて7階に上がって、7階から順にこう下に降りていくっていうスタイルなんですよね。でこれ撮ってますけど、7階にはまずこのシアターみたいのがあって、映画館みたいなんですね。でこっからは佐世保湾とかアメリカ軍で、もうちょっとそこに、これちょっとねどうしても映像だと見づらいんですけど、自衛隊の海上自衛隊のね護衛艦伊勢が泊まってたりとかして、で展望デッキになってて、で映画7階で、まあ自由なんですけど見て、すごい面白かったです。その北朝鮮とか中国からミサイルが発射されたらそれを撃ち落とすシステムの説明の日々の活動の映画とか見れたりなんかして、でこう順番に上から昔のね海軍、日本の海軍の歴史で今の自衛隊の歴史とかっていう風に上からこう展示物とかがあったりして、7階6階5階ってこう降りてくるんですよね。でこのいろいろとね軍艦とかこう模型とかね、で実際の実物があったりとかで、これで写真 OK ってなってて、 OK と写真撮っちゃダメなところとかがあるんですよね。でこのフロアは OK ですよとか全部ちゃんと丁寧に書いてくれてて、で実際の遺書とか、そのここは撮影禁止ですよっていうコーナーがあるんですけど、戦場でね戦って腕がこう切断というか切り落とされた人のなんか写真とかがねめちゃくちゃ生々しかったんですけどあったりとかして、まあ、それは撮影禁止だって撮れてないですけど、ちょっとねやっぱりいろいろもうこれは生で見てもらいたいなと思いますね、行く人はですね。すごい面白かったんでね、本当にまた行きたいなと思ってるんですよね、自分もね。米国国務長官コーデル・ハルトの最後の日米交渉が決定。で助手席になった護衛艦クラマの艦長の操縦室みたいなのがあったんですよね。で艦長席とあっちが軍司令官の席、赤と黄色のもあって、でこのなんていうのかな、火事とか俺よう分からんやったんですけど、まあ弟が実際に大体こんな感じなんですよ、これでこうやって船で出てるんでちょっと教えてもらいましたね。なんで初めはこのレードだ、レードに合わせて中央で重かじって言われたら、重かじって言われたら15度だから、そうだね、今この15度に合わせて重かじ1パー開いてたら30度にで戻せで0度に戻したり、通りかじって取りかじ15度こんな感じだ。これ、ヒューが一番でかいですね。これの2番艦が伊勢です。金剛とかでかいね、護衛艦。
島。こんな感じで1階にはグッズショップも入ってたりとか、まあ本当に7階から1階まで降りてくるんですけど、ゆっくり見とったらもう1時間以上ですね、たっぷり楽しめますしね、面白かったですよ。でこう除籍になった船なんかの実際にね、こうやって展示物なんかもあったりして、なんでもうこれここを目的で行くだけでも佐世保にちょっと遊びに行くっていうのも面白いと思います。でこれ魚雷のね中身こんな風になってますよなんかもあった。